ようこそ見習い艦長諸君。といっても君たちはまだ潜水艦の艦長として認められたわけではない。これから始まるトレーニングミッションをクリアして初めて名誉ある称号を手にすることができるのだ。ここでは最新鋭の潜水艦シーウルフを使ってミッションに臨むわけだが、心配は無用。こいつを操ることができれば他の艦も問題はないはずだ。さあ早速始めるぞ。今諸君が目にしているのはナビゲーションディスプレイといって、全ての基礎となる重要な画面だ。自分の潜水艦や探知した未確認の船舶、以降コンタクトと呼称するが、それに周辺海域の地形図、様々なデータが表示されている。ちょっと右上のウィンドウを見てくれ。これは地図上で選択したコンタクトを表示するものだ。そして左上、ここにはデータが表示される。いいか、艦長たる者、水深に目を光らせ、進行方向や浮上先に障害物がないか常に気を配っておかなければならない。座礁や船舶との衝突は操艦を指揮する艦長の致命的なミスだということを肝に銘じておけ。かといって艦長が見張りばかりをしているわけにもいかないな。そんな時のために用意されているのが画面下部のツールバーだ。任務遂行中どの画面でも常にこのツールバーは表示されており、各機関への移動はこれを使い行う。またそれぞれの機関に命令を下すことも可能だ。ではツールバー左端のステーションパネルアイコンを左クリックしてみたまえ。8つのアイコンが飛び出してきたが、それぞれ違う機関への切り替えスイッチになっている。これらがどこの機関を示しているのかは、カーソルをアイコンの上に合わせればわかるから、慣れないうちも安心というわけだ。それでは手始めに潜水艦を動かす基本を学ぶことにしよう。シップコントロールステーションに画面を切り替えてくれ。8つあるうちの1、これがシップコントロールステーションだ。ここでは艦の進路や速度、深度変更など潜水艦の基本動作となる命令を主として行う。その他にも緊急浮上、高圧空気の補充、凍土アレイの転調と回収など、さまざまな命令をここで下すわけだが、その辺は教本をしっかり確認しておいてくれ。さてこのややこしい画面の見方だが、左側の大きな羅針盤、これが艦のへさき、つまり進行方向を示している。羅針盤は0度を北、180度を南として見るようになっているから、120度を指している現在、本艦は東南に進路を取っていることになるな。進路の変更は簡単だ。へさきを向ける角度のところで羅針盤を左クリックしてやればよい。よし、きちんと理解したかどうか試してやろう。進路を180度に変えてくれ。よし、よくできた。だが進路変更の方法はこれだけじゃない。画面下中ほどの ORD ヘッディングと書かれたところにある3桁の数字を変えることでも可能だ。数字は1桁ずつ左クリックで増え、右クリックで減るようになっている。一度単位の細かい進路変更を指示する場合には、羅針盤よりもこちらを重宝することになるだろう。ツールバーの右側にあるコースの3桁の数字でも同じように進路変更ができるぞ。それじゃあ今度はもっと細かくいくぞ。進路を222度に変更だ。もう進路の変更には慣れたようだな。それでは速力と進路の変更だ。速力を変えるには、進路と同様 ORD スピードの2桁の数字を変更するか、またはエンジンテレグラフアイコンを使って変更する。画面右下に小さい長方形のアイコンが横に並んでいるのを目視したか。それがエンジンテレグラフアイコンだ。今の速力は3分の2前進になっているな。それぞれのアイコンで速力や前進更新が分けられているから、今のうちによく確認しておけ。アイコンにカーソルを合わせればわかるはずだ。次は進路を変えるぞ。進路変更の要領は先の進路速力変更のそれと同様だ。
ORD デプスの4桁の数字をクリックし、命令振動を入力してくれ。では、328フィートまで潜航してもらおうか。振動よし。続いて速力16ノットで前進。もたもたするなよ。よしよし、とりあえず潜水艦の動かし方については一通り理解できたようだな。それじゃあ優秀な諸君にはもう一つ覚えてもらおうか。凍土アレイ、つまり栄光式アレイの転調と回収だ。凍土アレイってのは潜水艦の後方から伸びている尾っぽみたいなものだと考えてて、後に諸君らが学ぶであろうソナーの扱いにこの凍土アレイは関係してくるから、よく覚えていてくれよ。それと、とにかくこいつは非常にデリケートにできていて、転調時あまり速力を上げすぎたりするとワイヤーが切れるから注意しろ。ミッションによっては初めから転調されている場合もあるから、任務に就いたらまず確認だ。では、凍土アレイを転調するぞ。画面右に三角矢印が2つついているボタンがあるだろう。右向きのやつが転調ボタンだ。それでは、凍土アレイ転調。よし、完璧だな。相関についての基礎はこれくらいだ。それじゃあ最後の仕上げといこう。ナビゲーションディスプレイに画面を切り替えてくれ。ナビゲーションディスプレイについてもう少し詳しく説明しておこう。画面右上に注目してくれ。このウィンドウには地図上で選択したコンタクトが立体映像で表示されるわけだが、こいつを表示しているカメラを自由自在に操作することが可能だ。ちょっとテストしてみてくれ。よし、ちゃんとできたようだな。では、相関についてのトレーニングミッションを終了する。エスケープキーを押してエンドミッションを選んでくれ。